牧野智明、牧野智明、牧野智明、1987年5月11日体は、広島県広島市西区出身のプロサッカー選手。J リーグ裏はレッズ所属。ポジションはディフェンダー。日本代表。妻は女優の高梨林。サッカーファンであった父と、すでにサッカーを始めていた二人の兄の影響で、小学1年生からサッカーを始めた。 地元草津の草津小学校のサッカー少年団は4年生からしか入団できなかったため、隣町井ノ口の井口明神小学校のサッカークラブに入団し、小学6年時には FW としてフジパンカップ広島県大会で3位入賞した。2000年にサンフレッチェ広島ジュニアユースに入団。同期には森重雅と佐山慎平などがいる。当初は、 FW のポジションでプレーし、森重や平重隆一と2トップを組んでいたが、トップ下、サイド、ボランチなど様々なポジションを経て、中学3年時に、コーチの月岡俊明により、センターバックに、コンバートされた。2003年にユースチームに昇格。ユース時代からの同期には、柏木洋介、木原正和、福本直順がいる。2年次から、センターバックとして、 レギュラーを獲得し、ユースレベルでの三大大会のすべてで決勝に進出し二冠達成に貢献した。一学年上の藤井大輔と組んだ、センターバックは森山義郎監督から、同世代には絶対に敗れないと称賛された。三年時には、広島ユース及び岡山国体における広島県選抜の首相を務めた。学年代別代表にも招集され、ここでも、 主将を務め中心選手として活躍した。2006年に柏に、橋、内優也、張優陳と共にサンフレッチェ広島のトップチームに昇格。2007年8月にダリオ打抜及び森田豪平が負傷したため、先発メンバーに抜擢され、以降レギュラーとして定着した。同年末に J2 降格が決まった際も、佐藤久とと共に真っ先に、 広島残留を表明している。2008年シーズンは、駒野智和の遺跡に伴って空いた背番号5をつけ、出場停止一試合を除く全試合に出場し、1年での J1 昇格に貢献した。2009年は初めて J1 で1年間レギュラーとして出場し続け、DF ではリーグ最多の8得点を挙げた。2010年はリーグ全34試合に出場。 うち33試合では、フル出場し、初の J リーグベストイレブンに選出。また、全試合に出場しながら警告、退場が一つもなく、フェアプレー個人賞を受賞した。2010年12月、ドイツへ渡り、ボルシアドルトムントとホッフェンハイムの練習に参加。独自キッカーからは、1対1の弱さがあり、右サイドバック向き。獲得は、現実的ではないと評され、 契約には至らず、日本へ帰国。しかし、12月30日、当時ケルンのスポーツディレクターを務めていた、フォルカー・フィンケの誘いで、ドイツ分デスリーガの、FC ケルンへ完全移籍加入することで合意したと、発表された。契約期間は2013年6月30日まで。代理人は、長谷部誠、香川慎治らと同じトーマスクロート。 2011年1月29日、FC ザンクトパウリ戦で、ブンデスリーがデビュー。チームは敗れたが、フル出場した。しかし、その後は、出場機会に恵まれず、移籍1年目の出場は5試合にとどまった。翌2011から12シーズンも3試合の出場のみとなり、レビオナルリーがのける2位の試合にも出場していた。2012年1月11日、 出場機会を求め、広島時代の恩師であるミハイロ・ペトロビッチが監督に就任した浦和レッツへの1年間の期限付き遺跡が決定した。浦和加入後、ペトロビッチ監督の相手師としてチームを牽引。6得点を記録し、チームの2008年以来の ACL 出場に貢献。また、自らが温度を取り、浦和サポーターが勝利の外科として歌う。 ウェアダイヤモンズをホーム開催試合に限り、メンバー入り選手全員も、サポーターと共に歌うなど、持ち前の明るいキャラクターで、チームとサポーターの距離を縮める施策を実行した。12月4日、2013年シーズンより裏話への完全移籍加入が発表された。また、背番号を5に変更し、この年はリーグ戦34試合、全試合に出場した。 2015年9月8日、サウジアラビア一部の競合、アルナスルから約5億円の年俸での獲得オファーを受けたが、断り裏和に残留した。2016年は29試合3ゴールで、チームの年間勝ち点1位に貢献した。12月3日の鹿島アントラーズとのチャンピオンシップ第2戦の後半34分、自陣ペナルティーエリア内で、鈴木優美学に対してファールをし、 その後 PK を決められた。仮にこの失点のないまま試合が終わっていたとすれば2戦、合計スコア2から1で、浦和の優勝となるところだったが、この PK により2戦合計で同点となり、アウェイコールの左優勝を逃す結果となってしまった。12月4日、中国一部の競合、甲州久次第から、年報は、いいねという破格のオファーを受けたが、浦和の一員として、 リーグや ACL で悲願のタイトルを目指すため断った。2017年3月19日、J1 第4節のガンバ大阪戦で、J1 通算250試合出場を果たした。2018年8月19日、J1 第23節の清水エスパルス戦で、史上100人目となる、J1 通算300試合出場を果たした。2010年以来2度目の警告。 退場例を記録した。2006年11月に開催された AFC ユース選手権2006及び、翌2007年7月に開催された 2007FIFAU-20 ワールドカップでは、福本洋平とセンターバックでコンビを組み、守備のようとして、またムードメーカーとしても活躍した。カナダで開催されたス2 0ワールドカップ本大会では髪を赤に染めていたが、 これは当時広島でチームメイトだった戸田和幸の FIFA フフワールドカップ日韓大会でのヘアスタイルを真似たものである。現地ではジャパニーズ・ベッカムと評され注目を集めた。2009年に A 代表に初招集された時にも同様の髪型にしている。2009年5月にはキリンカップ及び 2010FIFA フフワールドカップアジア予選に臨むサッカー日本代表合宿に初。 招集されたものの出場はなかった。2010年1月、すでに予選突破を決め、若手が起用されたアジアカップ最終予選のイエメン戦で代表初出場を果たし、ゲームキャプテンも務めた。5月に発表された FIFA ワールドカップ南アフリカ大会本大会の日本、代表メンバーからは落選したが、予備登録選手に選出された。同年末には、 AFC アジアカップ2011に臨む日本代表に選出されたものの、怪我により大会直前に途中離脱した。2012年2月24日のキリンチャレンジカップアイスランド戦で代表初得点を挙げた。2017年11月10日、国際新善試合ブラジル戦で得点を決めた。なお、日本代表がブラジル代表相手に得点したのは2006年。 ドイツ W 杯で決めた、玉田啓治から11年ぶりであり、DF で得点した初めての選手となった。2018年6月、ロシアワールドカップメンバーに選出された。2017年後半以降、欧州遠征で全試合に、レギュラーとして出場するなど W 杯でも、スタメンとして出場すると思われたが、第一戦のコロンビア戦では、 事前合宿のテストマッチ最後の試合で活躍した、雅子元に、レギュラーの座を奪われ、W 杯本番でスタメン落ちとなってしまった。しかし、機械選手として、裏でチームを支え、第3戦のポーランド戦で W 杯初出場を、果たした。チームは、GL 突破を果たしたが、ベスト16止まりとなった。森山義郎曰く、一言で言うと、ファイター、ミハイロ・ペトロビッチ曰く、 DF らしい DF。コーチングに優れ、高い身体能力と闘争心を持ち、1対1の局面での強さに定評がある。また、得点への意欲が非常に高いのも特徴。広島では、3バックの一角を務めていたが、試合中も、セットプレーのみならず、流れの中で自由に前線へ上がり、強引なドリブル突破からシュートを放つシーンもしばしば、 見られ、自らのポジションを DFW、DF ながら FW の役割も果たすと称する。フリーキック、ペナルティキックなどのプレイスキッカーも務めており、特に FK は高い精度を持つ。PK においては、後ろ向きの状態から反転して、キックを放つという独特の蹴り方を行う。非常にポジティブでも応じしない性格のムードメーカーであり、数々のエピソードを持つ。 サッカー関係者以外にも幅広い交友関係を持つが牧野曰く佐藤久人からいろんな職種の人と接するとの大切さを教わったことが大きいという好きな言葉は木村隆弘元サンフレッチェ監督が語ったアーセナル FC の下部組織に所属する選手が教わるというビッグハートと広島ユースの監督森山義郎の気持ちには 引力があるであるとンタビューで語っている。2011年3月24日に、大手芸能プロダクションのホリプロとマネージメント契約。スカパー。裏はチャンネル内のコーナー、マキノの部屋俺たちの休日 MC 担当。2016年9月発売のサッカーゲーム、FIFA17 日本版のパッケージになった。2016年6月に、共通の知人を交えた。 食事会にて知り合った女優の高梨林と約1年6ヶ月の交際期間を経て、翌2017年12月17日にプロポーズし、翌2018年1月20日、高梨との結婚を正式発表。同年2月9日に婚姻届を提出した。プレー以外の面でも観客にサッカーを楽しんでほしいという考えから、 ピッチ内外において様々なパフォーマンスを行っている。トリック PK が後に反則行為と判断されたり、遅延行為だとして主審にゴールパフォーマンスを制止されたりと、その派手なパフォーマンスは時に物議を醸している。マキノはパフォーマンスをめぐる意見について、サッカーファン以外の人、これからサッカーを好きになっていく子供たちにも、もっとサッカーを好きになってほしいという一心でやっている。 とメントしている。2011年3月11日、ブンデスリーガ第26節ハノーファー96戦、終了後、ユニフォームを脱ぎ、被災者のみんなへ、頑張れ、一人でも多くの命が救われますように、と書かれたアンダーシャツを下ろし、同日に、日本で起きた東北地方太平洋沖地震の被災者に向けメッセージを送った。 三百十四十一三十一三二十一二三百六十二四千六百四十一七コールスパンイコール二四一四十五八十八零コールスパンイコール二零零八零三五九四十八三十一三二十五三四百十五五十四通三コールスパンイコール二 AFC 通三二千十四年楽しくご覧になりましたら 報読と良いです。クリックしてください。